川合さん、はい、そろそろあの緊急事態宣言も取れたことだし、はい、次行くお山を決めたいなと、はい、今日は次行くお山を決めましょう。はい、はい、楽しみ。緊急事態宣言明けてから、うん、私は早速八ヶ岳に行ってきました。さすが師匠です。めっちゃ良かったけど、まあ、今回はちょっと関西で、はい、低山をどこか探しましょう。はい、そうですね。ちょっと2回目なので、はい、で、これアンドネさんだいぶ前のやつなんですけど、うん、ちょっとだけ関西の日帰りの低山コースがちょっと紹介されてたので、ちょっと参考になればと思って、はい、めっちゃ分かりやすいですよね。そうですね、うん、まあ、京都の山だったり、うん、奈良、うんうん、兵庫とあります、ね、6校1回目にそう行った、ね、登りましたね。なんかすごい前な気がします。だあれいつだっけ、10月ね、去年10月でしたっけ、10月ぐらいでした、うん、ちょっと暖かくなってきたので、うん、まあ、来月4月か5月には行けたらいいなって思ってます。はい、はい、いいですね。暖かい中歩くの気持ちよさそうな気する。私5月はあっこに来たんです。大和葛城山、ツツジが有名で、うん、友達とか結構行ってるんだけど、私行ったことがなくて。わー、めちゃめちゃ綺麗。私はこの景色を見たいのです。わー、いいですね。そう、これが5月中旬から下旬、いやめっちゃ綺麗らしいので、うんうんうん、5月はここに行きたいなと思っております。え、私も行ってみたいです。行こう。はい、うん、ロープウェイで15分ロープウェイですか。でちょっと私行ったことないので、はい、コースとかはまた調べて、はい、いやもうここめっちゃ行きたくて、まあ、登山っていうよりかはハイキングかな。あ、なるほど、ハイキングだったらハイキングで大丈夫な気がします、はい、来月も行きましょう。お、はい、連続でなので、まあ、5月はちょっと先なので、うんうん、4月の日程と場所を今から決めます、うんうん、はい、どこに行こうか。ちょっとこれ見てみていいですか。はい、伏見稲荷から東山っていうところまで歩くコースかな。うんうん、これが奈良で大和山山、これも低山ですよね。この景色が見えるってことですよね。うんうん、なるほど。でもこれちょっと気になる。奈良二条山、二条山、はい、二条山、山を選ぶ基準、ここいいなって思ったその理由みたいな、うん、なんか景色綺麗そうだなって感じです。なんかあんまりいろんなものごちゃごちゃ見えなくて、なんかこの青い感じが、空がすごいいっぱい見える感じ、自然いっぱいのとこがいいですよね、行くんだったら。これ険しいですね。私くんの惹かれちゃうよね、これ岩ですよね。そうそうそう、一枚岩、ここ登っていく感じと、これもそうなんだろうね、こっちも、あー山っぽい、山っぽい。日本一低いアルプス、岩もいいけど、うん、ゆいちゃんはなんかそのなんかちょっとこういう岩よりなんか山道の方が好きなのかな。そうかもしれないですね。岩だもんね、これ。そうですね、めちゃくちゃ岩って感じですね。これとか上級者の気しますけど、そうでもないんですかね、実際。どうなんだろうね、そうでもなさそうだけど。なんか、あの、紐みたいなのつけて登りそうな。それは大丈夫かな。大丈夫ですか。でもなんか、伊吹山も、伊吹山、はい、なくなってしまった。じゃあ4月は、はい、滋賀県の最高峰伊吹山に行きましょう。はい、伊吹山突然すぎ
前にゆいちゃん連れて六甲山に行ったんやけど、結構あの道が、うん、なんていうかな、山道というか、うんうん、結構木で景色があんまり見えなかったかなって、一部しか、ね、伊吹山はもうめっちゃ景色開けてるから、うん、ずっとこうあんまこう木に隠れてるってわけでもなく、もうずっと景色が開けてる状態なので、うん、はい、私はそれがすごくなんかこう歩いてて爽快な感じ、こうパーってそう、もうずっと開けてる感じ、そう、だから私はそれが、その経験はないから気持ちいいなって思って、はい、伊吹山の道歩いてる時は、うん、いつも気持ちがいい感じ。ただ夏場は開けてる分、はい、うん、直で太陽が来るから暑そう夏はあんまりおすすめしない。ちょうど春とかやったらいいかなと、うん、夏になる前に、滋賀県の最高峰なんで、はい、最高峰、はい、1377m です。はい、6個が931、931、はい、500ぐらい多めですね。そう、大丈夫だと思います楽しそう。その景色がどんな感じなんだろうっていうのが楽しみですね。山頂もすごく広いから、はい、あ、寒くなければ、うん、お昼そこで食べたいな、うん、いいですね。この間も六甲さんで、そうそうそう、はい、ちょうど4月5月とか基本的にね、うん、気持ちよさそうな気します。山めっちゃいいと思う。伊吹山のじゃあおすすめはもう景色ですね。景色と、はい、他の低山に比べて景色が広がってるから、うんうん、登ってて気持ちいいなっていうのが私はすごく好きなのと、はい、やっぱちょっと距離が長いんで1377、うんうん、なんかこう登りごたえがそうですね。六甲山でも結構大変だったので、うんうん、それのプラス500だから、そう、でも景色がずっと綺麗だったら案外行けるのかなって今は思ってます。うん、うん、冬も行ってきたけどすごい、あの私行った時もなんかね、しんどいより天気があんまり良くなかったので、天気綺麗だったらすごくそうですね、いいかなと思います。はい、上に小屋あるんですよね。その小屋は何をする小屋ですか？休憩小屋ってことですか？休憩、夏は泊まれるし、あのいつから空いてるか分からない、冬の間はちょっと閉まってるから入れないけど、ね、空いてたらそこで休憩もできます。はい、いいですね、すごい。で上に、はい、そうさっき言ってた山とタケルのなんか像像なんですか、銅像、はい、が建てられてて、はい、しかもなんかちょっとちっちゃい祠、うん、祠があって、今もあるか分かんないけど、前行った時友達とそこでおみくじ引きました。おみくじも引けるんや。引いてみます、おみくじ、うん、はい、すごくいい小山です。はい、景色が私は楽しみです、うん、開けてる景色っていうのがどんな感じなのか、登りごたえもあるかと思います。はい、じゃあ伊吹山に4月、はい、行きます。はい、はい、行きます体力をちょっとつけときますね。はい、つけておいてください服とか、そうですね、そこが決めて、はい、行きましょう、また、はい、次回お楽しみに、はい。